ひまわり望みを胸に抱きしめて暁を目指して歩き出す夜を照らす月明かり輝きは幼い日の夢瞳にはまだ眩しく映る今も胸に残る導きは遥か空へと続く架け橋そうさ今で異名の光に胸焦がして憧れ瞳に夢を語ろう涙も汗も未来の新しい絆にしてあの晴れ渡る空の向こうへ Come on now Come on let's open our eyes wide Come on now Come on it's time to do what it あなたはいきなり、まあとりあえずせっかくだから誰か潮田さんが来るまで待つか。一人でも来てくれりゃそっからスタートするんでちょっと待ちます。球団経営目指せ、何を目指せいいんだろうな。黒字経営かな一番は。あ、1名様いらっしゃい。よし、やりましょうか。マネジメントモードへ。はい。このモードは球団経営しながら戦力強化して最強チームを目指す経営シミュレートモードよ。何か聞きたいことあるかな。まあ、大体は分かってる。大体は分かってる。はい、それじゃあ頑張ってね。はい。どうしようかな。こんばんは。何のチームやろうか、球団経営。声入ってる？大丈夫？入ってなかったらごめんなさいね。聞こえてますか？どうしようかな。なあ、どうしようかな。新生、どの球団作ろうかな。新しい。皆さん、どうします？なんか新しい、なんか、この球団を経営してほしいってありますか？コメントでお待ちしております。阪神、だ、どうしようかな。なんか四国に作るっての面白いよね。かなんかどこの球団をどこの、あ、でも四国って確かなんか結構ハードモードな気がする。あ、いや、ま、愛媛です。愛媛なら人は集まるのかな。どうなんだろう。どの球団にしようかな。新しい移転させるんだよね。新チームに。それともあれだよね。なんかヤクルトやって、で、神宮球場がなくなった後の新球場 ?2020 年以降か。最下位チーム、今最下位チーム、ヤクルトか、多分。この年は2015年。あ、違うよ。これランダムになってるのかな、どうなんだろう。巨人で、あ、じゃあ行きましょう。終わりました。巨人で。どうしよっかな。人口ランク。人口で影響していくんだよね。どこの球団にしようかな。こんにちは。巨人をどこの球団にしようか迷うんだな、これ。沖縄、鹿児島、確か四国だけないんだよね、一チーム。四国だけ、あれがないんだよね、なんだっけ。別の球団が。いやー、そっか。東京やっぱ S なんだ。神奈川が S なのか。圧倒的じゃないかさ、東京の人口。福岡、愛媛、福岡はあるから、ソフトバンク。愛媛で行こうか。じゃあ、これから、松山ジャイアンツになります。はい。GM、あ、そういうのあるんだ。全員洗ったっけ？これ、まあいいや、はい。名前だからこれフルネームでいいのかな。まあ、いや、鵜飼でいいや。名前、まあ、いいか、鵜飼で。あ、高知。ああ、ごめん、愛媛がやっちゃった。
誰がいいかな。第一秘書、高ランク G ランク縛りプレイきつい。あ、難しいな。好みで言うと僕やっぱゆきのさんなんだよね。ゆきのかほさん。週休10万って結構すごいな。うーん、どうしようかな。特殊能力。春、夏、秋、冬ね。だからその分10万、1万円高いんだ。左の人、この漆戸さん？それともこの、その上さん。あー、なるほどね。B、あー、まあ、能力的、あ、どうなんだろうな。漆戸さんかわいいっす。じゃあ、漆戸さんでいこうか。漆戸里奈さん。難易度、とりあえず普通の難易度でいいかな。ノーマルで楽しもう。プレイはもちろん20年でしょ。黙って20年で。使用できるアイテム持ってないか。欲しいがない。初期投資1万、なんだと？まあいいや。雇用したい選手、最初からね。これ、あえて全くもってゼロからやろうよ。マジのゼロから。誰とも契約しないっていう選択肢。だガチガチ中、もうゼロから、賭博士やめなさい。はい。最高か。フィクションにしなきゃいけないもん、これは。松山坊ちゃんスタジアムかな？新生ジャイアンツ。はい。私次第です。漆戸里奈です。はい。よろしくお願いします。こんにちは。こんばんはだね。いらっしゃい。ゆっくりしててね。新しい人をたくさん見つけ、こき使う。いや、多くの人で依頼できるのがおすすめですよ、と。兼任の助監督だから、監督の試合代行としてタイプを選ぶ。ああ、それは別にいいかな。ちょっと我がチームのちょっと情報を見ようか、いろいろ。まず。読売ジャイアンツ。総資産。117億円。でも不動産評価額があるの。まあ、今のところまず赤字だと。かなりの。マジ、ありがとうございます。どうしようかな。タウンマップ、これをちょっとなんか伸ばしていきたいよね。コーチは2人。一番、待ってくださいね。投手だと、エースの、エースだね。エースの橋田。なるほどね。はい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 。まあまあ、これからだな。全然人いねえじゃん。まあ、しょうがねえ。野手は？キャッチャー、正捕手、丹下。内野手。なるほどね。なるほどね。これ、やべえな、うちの球団。一番、もう、金かかってんのはこの白石か。白石。OK。行こうか。じゃあ、とりあえず、球団経営、引いて、とりあえず、はい。新しい、ちょっと、人をスカウトしてもらおう。じゃあ、次。来た。さあ、誰だ？ゆり浜羽津って言うんだ。ゆり浜さん。はい。どうしようかな。まあ、行動力 B は評価できるわ。雇おうかな、最初は。ピンチ強い。雇っとこう。わあ。主家にしか読めない。確かに。コーチさんの紹介、はい。
みなかたさん、はい、マルゼンさん、タイヤマルゼン、タイヤマリューゼン、ホイールマルゼン、ホイールマルゼンって知ってる？みんな知ってるか、さすがに。まあ、コーチはマジで大事だよね。まあ、とりあえずひたすらね、秘書を探してもらおう。で、じゃあ、コーチスカウトでちょっと、知ってますよって、そりゃそうか。とりあえずね、どうしようかな。打撃、いや、総力タイプの野手コーチ、ちょっと、契約金。あー、なるほど。666サーチ、ね、それ。来た、総力タイプ野手コーチ、はい。大見さん、あ、うん、よくね？あ、スピリッツないな、あれだけど、でも雇うわ。普通に雇う。はい。可愛い子いっぱい連れてきてもらいました。そうだね。キャンプ、はい。まあ、とりあえずいいや。キャンプ地どうしよっかな。まあ、最初はとりあえずね、お隣高知県でやってもらおう。はい。最初はしょうがないね。今度、投手はじゃあね、投球タイプ。契約金500万でいいよ。はい。いやー、赤字が。稼ぐ術がないからね、まだ。はい。いろんな営業来た。よし、営業コマンド。これを待ってた。権利契約。と言ってもできることないんだけどね。人がいないから。あー、一つかとうまくいかない。残念。ということで、うちからの融資100億円の返済計画がよろしいですね、と。1年後10億、2年後20億、3年後に30億。稼げるかな ?4 年後に40億。はい。大丈夫かな？はい。コロナダウン支払いができなかったらもうゲームオーバーなんだろうな。とりあえずお金ないから。ああ、どうしようかな。いや、まずは人を、うん。人は石垣と言うからね。ちょっと秘書を探すしかない、ひたすら。キャンパースタート。はい。ちょっと行ってみよう、視察。はい。あ、いいね。あ、いいじゃん。三橋さん。雇うよ。5800。はぁ。お、秘書管理コマンド。あ、これ休ませることができるってやつだな。頼む、秘書見つかってくれー。うわぁ。はい。ああ、マネジメント。はい。練習設備。これでどれだけ優秀な人材を確保できるかだね。あ、コーチキャンプ視察。あ、来た！新しい衣装、待ってました。腕組みしながら自己紹介してるやつ雇いませんけどね。言うな。ヤギメイさん。あー。まあ、最初だから雇っとこうか。人材は必要だ。一人でも多く。よし、継承。とりあえずまず、権利、もうお金を稼い、お、いいね。いや、ゆりはまさん結構やり手かもしれん。とりあえず、球団の、あ、ね、球場の看板スポンサー。あれ、空っぽだったら寂しいから、本当に。これ、八木さんやるやん。ほい。新しい人探してきて。で、どうしようかな。コーチは、とりあえずまだいいや。はい。球場メンテナンス。球場、球、あの、室内整備。ショートカットもいいな。なるほど。いや、でもそれも大事だと思うよ、俺は。あー、うまくいかなかった。そうか。しょうがないね。最初はそんなもんだ。あ。あいつら調整ミスでキャン、あー、リハビリ施設ね。はい、構成施設。まあ、覚えておこうか。とりあえず、権利契約をなんとか取ってほしい。ラジオ放送権、それでいいや。
どうしようかな。秘書管理で、いや、休ませることはできないから。とりあえず、怪我しないことが大事。賭博士の構成施設、どんだけ巨人でやってるですね。そうです。はい。あー、秘書使うとうまくいかないか。ギャー。とりあえず、秘書をたくさん雇って頑張るしかないね。ああ。あ、勝った。あ、でもいい試合するやん。ああ。やった。あ、村田さん、どうも。宇和島サービスの村田先生。よーし、中国エリア。まあまあまあ、中国、そうだね。四国エリアだったらバンバンやってくれると思うけど。新しいスマホですか。はい。営業。俺さ、この間ドラクエ初めて買ったんだけども、ちょっと聞いてもらっていい？うん。あのスライムどうやって食うん？食う？おう。いや、そういうゲームじゃねえから。おお、マジか。いや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 。